これ植え替えてみようか。植え替えてみいいですか。いいですよ、多分大丈夫。このくらい後の管理っていうのがしっかりしてれば、ある程度、よっぽど根っこを切るような作業じゃないから、これはどうなってるかってことなんだけどね。やっぱこのサイズだとそんなに粘りっていうものは意識しないですか、このぐらいのサイズで。一応するんですけど、粘りが出るまでにはやっぱり 7,8 年はかかりますよ。綺麗に落として、あ、こんなところからも出てる。これすごいね、ここから葉っぱが出てる。もともとここは根じゃなくて、あの幹やったところを曲げて置いたら根っこが生えちゃったのね。ここはね、根伏せみたいな形でね。こういうの難しいんですよね。でも面白いって言えば面白いかな。そうですね、まあ、強いからいろいろできるし、うん、そうそうそう、今ここに出てるのもね、並んでて分かる通り、その種から作るってことは無料でできるってことですか。そうですありがとう。じゃあ洗いますって、ジャボジャボって。そしたらパッと見たとこ、この根っこ浮いてるけど、これいらないんじゃないかな。ここから下から出てますから、ここの粘りを大事にするためには、ここを太るとちょっとおかしいことになるかもしれない、これが。なんでこれ取っちゃいましょう。よし、そうするとこんな感じ、うん、ここの根っこを生かしてね、これがガーッと張ってきますから、はい、で本当はこう2個に分かれてるからね、あれなんだけど、でもまあこういう木もあっていいかな。でうっつりと直根をまず深切りしてから、バサッとこのくらいかな、うん、豆の場合ほら根っこはね、切るっつってもこの程度だから、うん、そんなに痛めはしないんですよ。こんな感じになりますね。でこれを、鉢上げしていくんだけど、鉢を探すのが大変なんです。鉢を探すのが大変。これこれ取ってます。かわいい。こんな、うん、こんな感じ。少し根っこ上げてね、出して、うん、粘り出してね。これとか、あとこっちはちょっと浅く、こういうのもあるし、もっとちっちゃいのでも合うかな。丸だと、これは棟方一層鉢ですよね。こんな感じ、うん、かわいい、うん、どれが合うかね、それ趣味だから自分の。そうですね、これ彩りもそうだし、全然雰囲気変わっちゃうんで、うん、まあ、無難だったらこれなんだよね。無難系はこれ、どっから見ても見られますから、はい、四角だと向き変えちゃうとこの角が来ちゃうんで、裏表がはっきり植えられない人はなるたけ丸の方がどこでも見られるから、はい、どれがいいかな。これが意外と面白いかな。横に流れてるからね、うん、半圏外みたいな木なんで、うん、大きいかな。でも大きいような気がする。大きいですか。違う、そまない、うん、大きい。ほら、タイガが大きいって、うん、ほらこっちの方が小さいんですよ。そうですね、こっちの方がね、一回り小さいんですよ、うん、まあそうか、なんとなく。これだと多分もうちょっと葉っぱが出て成長しても、うん、キュッてしまう。これじゃ大きい。でこれもちょっと、これのちっちゃいのないよね。赤だと紅葉しちゃうからダメなのよ。これがこのサイズよりちっちゃいやつ。この人の名前は言ってないんですか。ニョ、ジョスイ、ニョ、ニョスイ、ジョスイ、ジョスイさん。ジョスイさん、かわいいな、そのなんか垂れてるのも。あ、これいいかも、ほら、ほら、芸術的だよ、これにしよう。おしゃれおしゃれな、おしゃれなもみじをこれに決めましょう、はい、で、これは水につけとかなくちゃいけないんで、ちょっと待ってください。こうやって保存して置いてください。お、かわいそうだからね、ほっとくと。で、これは網を、これは網戸の網の昔のタイプで針金です、今の網戸はヘロヘロだから使えないけど、針金が入ってる、ね、こっちの方が薄いからこれ使ってるってことですか。そうです。あの豆盆栽で、あの黒い網だと穴も大きいし、穴がこんだけしかないから、はいはいはい、これもうちょっとちっちゃく切るんだけど。で、ここはやっぱり一番細いアルミ線の 0.8 ですね。 0.8 を
このくらいに切ってこのくらいに切ってこのくらい、はい、これを穴の直径でこうです、こういう形に曲げます、この字に、はい、でこれを一回出してここに刺してこうやって、あれ閉じちゃったここの穴にね、面白い、刺してこっち側出るでしょ、はい、出たらこう曲げます、ちっこいやった、なんかん違いますね、いつも見てる、そう、はい、でこれでもう大丈夫ですから、次にこれ粗い土ですけど、これちょっと小さいからこでもこれ使おうかな、何ミリだろう、これを小粒かな、小粒、普通の人が小粒って呼ぶやつですかね、うん、一応あのいろんなの混ざってるんですよ、炭とかも入ってるし、この程度、あ、ピーキールも入ってる、そうそうそう、これ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 は、これはマグアンプ系です、マグアンプ系っていう肥料ですけど、あの土に混ぜる肥料、これをひとつまみ、はい料理みたいな、そうそうそう、料理みたいなんですよ、それでここでよく考えて、この柄の一番面白いところが前に来るように、そうですね、ここがさっぱりしてるかな、ここを前にしてみたいと思います、うん、こう入れます、よいしょ、入れます、ギュッと押します、それでよく見て、うんと流れとか向きをよく見て、入らないよ猫が入らない、土入れたら、これちょっと浮きすぎだな、これあんま浮いちゃうとね、かわいそうだから猫が、うん、これもアルミ線の一番細いやつで、下からこう通します、鉢の底のあのこの枠に一番当たるようにね、真ん中刺しちゃダメです、うん、当たるようにしてこう出しますよね、後から入れるんですね、これがね、うん、そうそうそう、縛らないんです、うちは、引っ掛けんですよ、分かったかな今の、こう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 、U の字にして根っこに引っ掛けるんです、こう、こう、それで下から引っ張るんです、ぐーっとぐーっと引っ張って曲げる、なるほど、そして切る、これ縛るっていうのは縛ったところが食い込んじゃって傷だらけになるから、うん、私は大きい木でも縛りません、よっぽど安定 してる時はやるけど、ちょっと今のでどうやって固定されたのかよく分かってなくて、え、だからこうここの縁に沿わせないといけないんです、真ん中はダメなんです、安定しないから、穴を決めて出すでしょ、と今度反対側にこう出します、はい、そしたらこう曲げます、 U の字、 U の字に、それで止めたい根っこに引っ掛けるんですよ、こう、分かりますか、はいはい、そこまでは、うん、分かった、でここで引っ張るんです、下でグーッと、分かりますよね、うん、根っこに引っ掛かるんで、よいしょ、それで曲げる、曲げる、曲げる、よいしょ、そうするともう絶対取れないですよ、ほら、2本でだからもうここに、あ、こうやってやってるだけで取れないですね、取れないです、これか、これちっちゃいから取れないんじゃなくて大きくても取れないよね、このぐらいの鉢でもアルミ線を太くして U の字で3箇所止めぐらいしとけば全然平気、ギュッて引っ張って曲げて切るだけ、うん、そう、あの縛るとあの木が太った時に食い込んじゃうんですよ、食い込みますね、幹とかの根っこに、うん、でこの U の字だと太ってくると U の字勝手にこう広がるんで、うん、全く食い込まないで太れますから、なるほど、で最後ねもう根が張っちゃうとスポンって取れます、下で引っ張るとそういうのがあるんです、それでこれが土が一般の盆栽ではあんまりこのサイズは使わないよね、これ極小ですかね、極小ではない、最後のあれですね、そう、それ化粧図、これはあの普通に赤玉の小粒を買ってフルート出ますから、ああ、そうやって分けてるんですね、あ、もう全部ね、小粒を買って3種類に分ける、なるほど、これこれこれで、このくらい入れてよくつっついたらしたらば、今度はこっちにしますね、豆の場合これで植える人もいるんだよね、うん、分かるかな、うん、3段階並べますこう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 
極小。これ極小で、これを欲しがる人結構います。これでも赤玉、硬質赤玉に気流砂にちょっと富士砂が入ってるかな、それからあと炭が入ってます。なるほど。でこれをね最後にこう細かいところに入れていくんですよね。これじゃないと最後は無理だから、うん、根っこの間に突っ込むように。もう一回ね、こう根っこ出しちゃったからここ間埋めてやんないとかわいそうだから。でもこんだけ出しといても根上がりで面白いのができるんです、うんうん、はい、そしたらこれをそーっと水にで、ちょっと手でね土がこぼれないように、よいしょ、はいはい、出来上がった、完成この鉢かわいいね、うん、かわいいかわいいね。で、あとちょっとお化粧したい人はここに苔をピッピッて、うちは張ってるわけじゃないんでね、うん、生えてるだけですから、生えてるんです、これこれ生えてんの、剥がすんです。羨ましい。なぜかっつうと、これね生やしちゃいけないの、取って、うん、ここが痩せちゃうからしょっちゅう取ってんだけど生えちゃう、忙しくしてると生えちゃう。これはたまたままっすぐだったけど、中に隠れてる部分が曲がってる場合があるので、苔で、あの、いや、いや曲がってる部分が隠れちゃう場合があるんでね、苔はだからこれは大事なんですよこれは別のものに使うんです。それはね、企業秘密です。企業秘密なんです。企業秘密だよね、映せません。じゃあ、もみじは、山もみじはこんな感じかな。はい、もう非常に参考になりました皆さんもじゃあ種拾ってね、はい、作ってみるもよし、そうですね、大野さんで買ってくださるもよし、種も売ってます、種も売ってますので2月頃売ってます、万弱です、はい、はい、というわけで今回もみじ豆盆栽でした。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうも。またっていうのがあるんでね、普通の貼り方とちょっと違うかもしれない。苔を貼るという作業です。そのままやっちゃっていいですか。いいですよ、はい、苔を、はい、これ胞子なんで、これ邪魔なんで木隠れちゃうんで、まずこの胞子取っちゃいます。なるほど、うん、で下に土がついてるんで、このままベタって貼るとこれが幹が見えなくなっちゃうんで、ここでも削るんですよね、下を。そう、上だけ取って貼る。で、ピンセットで貼るんですよ。で、あんまり貼りすぎちゃうと元が見えないんで、粘りの部分も出したいんで、ここら辺はね、粘りの部分なんで隠さずにっていう、貼るっていうよりも貼っつけるに近いですかね、なんつか、うん、大きいのだとボコって貼れるんですけど、豆の場合それはいかないんで。貼っつけるって何ですか。上をこそいで貼っつける、上をこそいでペタって貼る、うん、苔自体ってあんま根っこっていうないんで、そうですね、うん、伸びるだけなんで、これは、うん、元の部分なんですよね、うん、年数によってこれ伸びるんですよ、うん、でまた胞子が出て、で薄い苔っていうのはただ単に年数経ってないってことなんで、うん、なんで貼っつける。でこれでも活着するんで、苔自体は、うん、もう強いですから。料理みたいなね、本当に。そうですね、工作とかそっち系に近いですよねやってることは ね、うん、いつも見てる盆栽の苔貼りとなんかちょっとなんか違う。あ、違いますか。感じがなんか手つきが違う。あそうなんですね、うん、よくね、指でこうおまんじゅう作りながらみたいな。あ、そうなんですか、うん、感じなんですね。自分でも入った時からこれなんで。あ、そうかそうかそうか、これが普通なんですよねそう、こんな感じです。どうでしょうか。はい、でこれちっちゃいかあれですけど、大きいのをペタって貼る場合は、うん、あのピンセットでつっつくと固定されるんで、押すっていう、こういうグッて入れちゃうんですよね、はい、そうするとより活着するから、はい、どうでしょうか。完成。完成。かわいい。やっぱ苔あるのとないとは違いますよね、うんうん、見た目はね。なるほど。じゃあ以上、はい、以上、大河君の苔張り講座でした。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、はい、もう今日5時でお疲れ様でした。
作業して、はい、帰りますんで。あら、あれいい T シャツをお持ちで、盆栽Qのオリジナル T シャツを、はい、今予約販売、はい、開始しました。カラーは5カラー、用意してますので、ぜひとも、今のうち予約して、これを着て盆栽祭りを、はい、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、概要欄からチェックしてください。盆栽仲間です。盆栽仲間です。ありがとうございます、はい。